めっちゃネネチに合うなと思って選曲しました。はい、かわいい。これね、めっちゃかわいい。もうね、ネネチとはね、デュエットちゃんと桃鈴剣やってかな、やったにはしたけどね、なんかちゃんとこう、もうネネとミクチーみたいな、なんかやりたいなと思って、この衣装で、しかもめっちゃ嬉しかった。いやー、これね、いやでも本当にさ、メウメウともさやりたかったなーって思いましたけど思いましたけど、いや本当にね、すごい嬉しかった。まあね、最後にも言ったけどね、これからも桃鈴剣やろうねーってね。ライブ誘ってくれてありがとね、嬉しいよー、うんうん、また桃鈴剣やろうねー言っちまったけどさ、桃鈴剣であり、なんだっけ、猫たち、なんだっけ、ダブチーズ、ダブチーズ、もう桃鈴剣っていう印象がありすぎて、あれなんだけど、まあ、ダブチーズ、ネネチとミコチだからダブチーズっていうね、なんかやつやったけど、そう、まあ、ネネチとね、またね、コラボとかもしたいなって思うし、やっぱね、楽しかったわ。ねえ。ダブチーズ忘れてた、忘れんねん。いや、ミコも思ったね、ここでダブチーズまたやろうねっていうのもさ、なんか違うなって思ったの。なんか、迷ったんだけど、でもなーって、なんかそこで、確かにメウメウいなくなっちゃったけど、じゃあダブチーズやろうねっていうのも、なんかここでは違うんじゃないかなと思って、おまさつきまでやろうねっていう感じね、言わせてもらったっていうところでした。そうだよ、またやりたい。ねー。